ちまみです。ホワイトボードです。本日はですね、はい、サンリオキャラの当たりキャラベスト5発表していきたいと思います。5毎回恒例シリーズ、うん、今回もやっていきたいと思います。はい、じゃあもう早速5位から。その前にこれってあくまでも僕たちの感想なので、皆さんのトップ5もぜひ教えてください。私の第5位、でん、おー、ポンタマね。これ星5なんですけどね。うん、またデグ。まあ、そもそも武器が今すごい使われてますけども、列5ね。列5、うん、まあ、でも個人的には使わないので、あ使ってないんですけど、例のあれ周回してないからね。そう、周回してないから使ってないんですけど、はい、普通にさ進化形態もまあまあ強くて、はい、まあ複数あるのがいいよね。ダンプ2のやつとかもいるしね。おでんぐでたまは普通に強かったっすね。うん、使ったけど。はいはいはい、3種全回復持ちかの突き部4あって、7強2つの超コンボ、うん、で可愛いっていう。あ、かわいい。星5にしてもさ、めちゃめちゃ優秀じゃない？特に無課金の人は1体持っとけばね、うん、なんかこういうのないかなっていう時、グデタマの進化先とか見るといろいろできるからね、このキャラ。ということで5位、私の5位を発表したいと思います。はい、逆、はい、女神ハローキティかなですね。まあ今回進化前が汎用性の高い武器にもなりました。スキブとチーム HP 詰めて、まあ、威嚇もあってロック解除もできて2種全回復もできてのはあるし、まあ、進化後も、まあ、究極含め2体いますよ、うん、まあ、これはまあまあまあいいんですよ。転生のこの形態シールね。これを直近僕は、ルークマーベルの中で使ったんですけど、何よりも6ターンで半減晴れちゃう。で、あとは副属性込みで、ウェイで超火力ドン。操作負荷を素で持っている。消せない回復。あれが強い。で、直角性まあ選べるんですけど、スキブ6にもなれる。おい。これはね、まあ、本当はデイトナを使って評価したかったんですけど、うん、僕デイトナ引けなかったんで結局。そう、引けたら、まあ間違いなく入ってくるというか、もうすでに使ってる人たくさんいるし、そこで使うのが楽しみなキャラっすね。とりあえずの、ルーク・マーベルっていう光パの中でめちゃくちゃ活躍したキャラなので、うん、とてもいいキャラだと思いました。おめでとう、5位。ありがとう。じゃあ第4位いきまーす。はい。せーの。違うだろう。でん、リトルツインスターズ。マジか。結構やっぱプレイスタイルで変わるね。でーす。星6ですかね。星6ですね。はい。キキララね、いわゆる。そう。これね、まあ最初出た時は、はい、まあ使わんかなって思ってたんですけど、うんうんうん、あんまり、うん。でも実際その、この間動画出したサンリオ縛りのやつとか、うん、ちょっと採用してみて、うん、ここの究極の海利き山田が使ってみたら、うん、まあカンストする、うん、まあ、多色の覚醒なんで、まあ、多色のパーティーの中に入れるってことにはなるんだけど、うん、はい、昨夜マリエル、うん、入ります。攻撃タイプ持ってるしね、はい、炎波もかかる。なんで全然本当に上限解放つければ42億も持ってるし、うん、火力枠としてはすごい、かわいい。おお。でもスキルがちょっと残念なんですけど。残念か。火作んないんだよね。ああ、昨夜？火作んないし、回復も作んないから、まあ、上になんか乗っけて使うっていう感じにはなるのかなとは思いますけども。まあ、無効貫通スキルとしてもいいよね。うん。今後多色使うことがあったら、ちょっと使っていきたいなって思いました。42億キキラだね。評価高めだ。続きまして、私の第4位。まあ、いわゆるゼラキティなんですけど、高級品です。ダンボ枠として強すぎる。いや、それは本当にスキブ4でダンボ3でスキルが最短9ターン、それ以上でもそれ以下でもない高級品です。無課金でこれだって4体揃えなくない？揃えられない、うん、僕もだってこれがじゃあシゲパズの評価だったら入んないもん別に、うん、でもメインアカウントで使ってて、あ、超強いじゃん、超便利じゃん、持っててよかったって感じなのが木のやつ。木のやつ第3位。はい、でん、光の大魔女ハローキティ。おー、ここでまあ使われてますけども、いわゆるサレーネキティね。はい、でもまあ私は持ってないんで、うん、この順位になっ
ってしまいました。なるほどね、うん、持ってたらさすがにもうちょっと上に行けたのかなっていう感じはしますけどね。はい、まあ極連、うん、極連、極連、極連、裏修羅。あ、そっか、裏修羅もいけんのか。これもさ、超高級品じゃない？高級品ですね。だって3体、4体いないとさ、うん、そもそも運用むずいじゃん。1体いてもっていう感じはあるじゃないですか、まあね、最低2体からかな。2ですら多分無課金の人だときついよ、うん、無理ですね。僕シゲパズ1体待ってないです。でも優秀だし憧れだからの3位。まあ、そうっすね、うん、使ってみてえな、欲しかったな、見てえな。性能はまあシゲさんが後で解説してくれるでしょう。え、入ってると思うんすか。入ってるんでしょ。私の3位、じゃん、お、チャーミー。キティまでかけ。やっぱりチャーミーはさ、キティが大事じゃん。まあ、グデタマと似たような感じでさ、分岐があるっていうのが素晴らしくて、無課金の方でも1体引けてれば、使うパーティーに合わせて進化させて、まあ、特にやっぱりヒーをしてるんですけど、ランダムヒー回復お邪魔3個ずつ生成はまあまあまあ、覚醒無効全回復4ターンで打てちゃう、おい、超覚醒込みスキブロック、おい、火力覚醒も持ち合わせている、おいっていう感じのやつが、まあ、他の色でもあるわけですよ。で、それぞれさ、火力覚醒もちゃんと持っててさ、スキブはやっぱり6詰めるわけですよ。全然サブ入ってくんじゃないですかね。使い道が多いっていう時点でだいぶアドバンテージが。3位。はい。第2位。はい。じゃん。ジャーミーキティ。まあ、さっき言ってたことそのままなんですけど、はい。まあ、分岐がいっぱいあって、うん。まあ、今使われてなくても、今後使われるかもしれないっていうところも将来性もあるし、うん、で今ももちろん強いよ、うん、私が使ったので言うと火と木かな、まあ、何が一番強いかなって思ったらやっぱスキブ6で変身キャラじゃないっていうところ、うん、ロザリン、ロザリンだとどうしてもスキブ詰めなかったり、はいはいはい、封印詰めなかったり、その分さアシストも使いづらいじゃないっていうとこにチャーミンシティが入るとスキルターンも短いしスキブロックだしで上に乗せやすいんですよ。いいっすね。至れり尽くせりティだね。至れり尽くせりティ、うん、2位イヤミティ、まあ、ベロアキティですよ、いわゆる、はい、これ今フレンドさんに大量発生してんじゃないですかみんな。で、まあ、無課金の方でも交換を僕はおすすめしたいと思ってますよ。まあ、何がすごいかってまずやっぱりダンボさん、ダンボさん兄弟、ベロアキティの強みなんですけど、ドロップを消すと固定50万ダメージ、ベロアにはできないことですよ。例えばパーティーに入ってない攻撃色を消せば攻撃モーション入らずに固定ダメージを飛ばすことができるというところで、なんかね、6回とかなら全ポチポチでもいいかもしれないですけど、7回8回とかになったとしてもね、回復ドロップ1コンボでもいいですよ。そこの強みがねとても素晴らしいです。いや、スペックだいぶ高いキャラですね。ヤミティ、ヤミティ2位ですか。2位です。おー、おめでとう。じゃあ第1位いきますか。いいんじゃないですか、もう今日はこの辺で一番見たいとこだと思うよ。令和、令和、令和であります第1位、闇の大魔女ハロウィーン。ベロアは持ってました、はい、でベロアをずっとそのままポチポチだとか、うん、メダルアップだとかに使ってたんだけど、これにすることによってもうダンボがさらに増えまして、増えましたね、まあ、フレンドさん側も含めてめちゃめちゃ増えまして、4個は増えたか、4個はそれだけで、そう、まあ、無課金で交換できる枠としては破格じゃないかな。弾もね優しめだからね、うん、星6フェス限5体、複数はきついとしても、そう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 、1体だったら振り絞ってね、うん、いけるかなっていうとこなんで、これは割とコスパいいんじゃないかなって思ってますね。うん、まあ、スキブ積むのがちょっと大変だったんだけど、サブに木が1体いれば結構完璧なパーティーが作れるんですけど、交換しちゃえばいいんじゃないですか。できないっす。できないんだ、もう結構きつい、限界、まあ、でもそれでも気分盛らなくても50万固定は飛ぶんで、うん、って感じでも使えるんでね、はい、今後はね、踏みパズの、あのパーティー1にずっと固定して
置こうと思うんで、フレンドさんぜひ使ってください。この前びっくりしたもん。何？小学生好き分になってたもん。じゃああれは3人ワイワイで使った時に変えたの。使ってください。はい、という感じで第1位です。ヒカリティです。逆、ヒカリティです。いやー、サレーネキティはやっぱり、でも僕が一番使ってるのは、まあほとんどの人がそうだと思うんですけど、国連のね、サレーネキティシステムですよ。これを上回るキャラが出てくる未来が想像できなくて、携帯電話折りたたみ使ってて、時代変わりました。スライドになりました。 SH のめっちゃいいの使ってんだよっつってさ、急にさ iPhone 登場ですみたいなさ、時代一気に進歩したみたいな。急にさ、それ携帯なのみたいな。その iPhone がさ、 iPhone の性能はいいんだよ。これまでもいろんな編成出回ってきたけど、このヒカリティの、ヒカリティやめよう、誰もこんな風に呼んでない、サレーニキティのいいところが、システムでループで使いながら自然と暖房持ってんのよ。それがおかしくて、やっぱりじゃあアメンゴ城とかで暖房積んでなんとか極連3周で120作れるかって言われたらきっと無理なんよ。別に暖房のこと気にしなくても自然と入ってんの。自然と入ってることによって、これまで120まで4周かかってた極連が3周になると。この1周の差がどれだけでかいことか。で、ましてや、その、ここでこれ使って、あれ使って、みたいな感じの立ち回りじゃないよ。後ろ溜まっちゃわない、例えばグデ玉が溜まっちゃわないようにスキブの数とか調整さえしてあげれば、ずーっとキティをして崩してるだけ。複雑なスキルの使い方、組み合わせ、これ打った後にこれ打つとか一切ありません。何？お二つ、いや三つ、いや四ついるとループします。買えるなら買うわ。だからもう冒頭言った通りで、これを上回る未来が想像できなくて半端ねえ。うわふわですか？半端なら、キティ。まあそんな感じですかね。うん、可愛いのでみんな優勝。次はガンコラで。ガンコラめちゃめちゃ重いけど。めちゃくちゃ大変だな。大変ですけど。めちゃくちゃ悩むな。お楽しみに。はい。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは、さよなら。